しょうか。もう毎年このエイサー祭りには呼んでいただいて、今日もですね、もう35度を超えると聞いたので、真夏っぽく上から下まで白で爽やかに統一しようと思ったら、ちょっとね、新興宗教のような衣装になってしまいました。そこは申し訳ございません。今回はもういつも通りの猛暑で35度、先ほど沖縄の気温を調べたら33度。そうです、もう皆さん、沖縄は避暑地です。涼みたいと思ったら皆さん沖縄に来てください。まあこれからね、22組ですか、エイサーの皆さんがこの大衆の前で熱いパフォーマンスをすると思います。もう本当暑い中、より重いものを持って動き回るのは大変だと思いますが、その熱気が皆さんに伝わり、あ、やっぱり沖縄っていいなって、新宿が一瞬に沖縄になる、これもありがたい、プラスお金が貯まったら沖縄に行こう、そう思ってくれるのがやっぱり沖縄県民は嬉しく思います。新宿エイサー祭りで言うべき、ことはですね、今さらっと言いましたので、ここからは私の告知タイムに移らせてもらいます。私実は地味にですね、もう16年ぐらい前から短編映画、長編映画を作り続けて、今流れた作品が14作品目になります。長編では3作目なんですが、来年の1月の末から2月にかけてですね、沖縄を皮切りに全国でロードショーされます。主演松田るかちゃん、そしてですね、脇を固めるのは浅野忠信さんであったり、堀内恵子さんであったりという方々が脇を固めております。もともとは短編映画、満島ひかりさん主演で撮らせてもらってですね、その短編映画で満島ひかりさんがいわゆるこう世界のこう最優秀俳優賞という賞をいただいた映画、演じる女、その演じる女を今回は長編にしようということで、松田るかちゃんを今度主役に立てて、長編映画にさせてもらいました。ぜひとも皆さん、この映画を見てもらいたいので、来年お楽しみにということと、すぐそこ入った、筋の方にですね、吉本興業のブースがあります。そこでこの金山堂のうちわ、これをタダで配っておりますので、もしよろしかったらもらいに来てください。あと、まあそのブースで大宜味村のマンゴーであったり、濃縮シークワサー果汁であったりも売っておりますし、ヤンバルアートフェスティバルのグッズも売っております。私もいます。で、私と一緒に、シークワサー果汁を買ってくれたらツーショット写真が撮れるというね。さあ、続いてのゲストは毎年恒例となりました新宿祭り関連事業沖縄音楽フェスティバルに出演されます、沖縄音楽を代表する歌手、小蛇美佐子さん、石垣優さん、佐原和也さんの皆さんです。沖縄音楽フェスティバルは新宿エイサー祭りを音楽で盛り上げたいという思いから始まりました。毎年新宿文化センターでエイサー祭りと同じ日に開催されております。小蛇さんと佐原さんは第1回の公演から出演されておりまして、新宿の夏を代表する音楽フェスティバルとなりました。本日の公演は残念ながらですね、チケットが完売しておりますが、今年もこのオープニングセレモニーに駆けつけてくださいました。このステージで1曲披露してくださるということです。さあ、では皆さんはぜひ水分補給も塩分補給もしていただきまして、少し休憩も取りながら、ぜひ安全にお楽しみいただきたいと思います。それでは準備はいかがでしょうか。はい、さあ、この後小蛇さん、石垣さん、佐原さんによりますパフォーマンスをお楽しみいただきたいと思います。準備が整いますまで少しお待ちください。少しね、風が出てきましたかね。ぜひ油断せずに水分補給、塩分補給はくれぐれもこまめにしていただきますようお願いいたします。これからですね、16時までこの新宿通りで
エイサーの演舞が行われてまいりますが、皆様長時間の観覧はできるだけ避けていただきまして、適宜日陰など、また地下街のちょっと涼しいところに行っていただきながら、休憩を取りながらお楽しみいただければと思いますので、皆様ぜひ体調管理のほどくれぐれもよろしくお願いいたします。さあ、それでは準備の方はよろしいでしょうか。では改めましてご紹介いたします。小蛇美佐子さん、石垣優さん、佐原和也さんです。よろしくお願いいたします。砂かけばまあの小蛇美佐子です。ゴリはどこ行ったの？ゴリはどこに消えたの？ゴリさん、あ、ゴリさんも行かれた。あの人は私のこと砂かけばまあみさこおやいで。はい、そして石垣島出身の石垣優と言います。小蛇美佐子さんのわらび髪を小蛇さんの歌を聴きながら、そして皆さんと一緒に歌っていけたらと思います。はい、わらび髪。わThank you.
Thank you.